どうもね、ヒコカツだよ。今日もね、生存確認の一環としてポキポキギャオの雑に設置されたポケストを紹介してみるよ。まずはこれ、家庭内暴力って怖えよ。確かに無抵抗な母親にバットを振りかざしているように見えるけども、この事件の翌日、スッキリのアベリポーターが現場から中継してそうだけども、話題がくれーよ。朝からメールさ、こんなの見たらさ。続いてはこれ、チビドラってネーミングがチビドラとかにかけてんのかもだけど、見た目濃いよ。セロテープ貼ったようにヒビヒビのボロボロでよ。しかも撮ってるの夜だし、これわざとだろ、わざとやってんだろ。これ怖さ増すためにわざと夜撮っただろうがよ、これ。そして投稿者によると、この場所で昔子供が亡くなって寂しくないようにこのヒビドラが設置されたとかなんとかって、とにかく生い立ちすら濃いよ。これ濃いんだよ。続いてはこれ、鹿の首だから怖えよ。汚ねえ木造住宅のベランダに鹿の頭を飾るって何の儀式なんだよ、これってよ。この家の中で日夜なんか行われてんだろうがよ。ここに近づいただけでこの家の行っちゃってる目をした家主に怒鳴られそうだわ、ここに近づいただけでよ。これもまたスッキリのアベレポーターが来るパターンのやつだろう、これ。近隣住人ここの家主の普段の評判聞いてるだろうよ、これアベレポーターがよ。そしてその部位を見たフランス人のコメンテーターロバート・キャンベルさんが、いや加藤さんねって喋ってんのが目に浮かんでくるわ。そして最近よくヒコカツがキャンベルさんに似てるって言われるんだけど、似てんのはハゲた頭だけだろうがよ。たくよふざけんなよ。ということで今日は声色特集でした。皆さんの街にもあるビッグキャンの雑なポケスト情報をお待ちんこしてます。ネットからの拾い画とかは採用しないんで送らないでくださいね。そんだけすべこべ言わずに、イエイジラのメインチャンネル、サブチャンネル、そしてゲームチャンネルの登録の方よろしくブス。